うも、ボラキーです。今回ですが、例の紐が、ずいぶん一人歩きしてるな、なんて思ってた、キャラの動画になります。ことぶき屋から販売されました。ヘスティア、です。先日 OVA が発売されたり、来年に、アニメ4期が決定していたり、紐一本でよくぞここまで、ってくらい続いていますね。私は、原作読むくらいには断末好きですが、お話的な世間の人気ってそんなに感じなかったんですよね。一期の時点では、これで終わりかなと思ったものです。フィギュアにおいては、紐神様ばっかりですね。紐で、胸をどう魅力的に造形するか、各社がしのぎを削った結果ですかね。イラストなんかでも、チャレンジ精神に火がついて描いた人もいそうです。結果、ヘスティアばかりになってしまい、脇のキャラはフィギュアで全く見ないですね。合図はもう少し出るかなと思って、全部スルーしたのは少し悔いが残りますね。では回していきます。このヘスティアは中古で買いました。ヘスティアのフィギュア欲しくて、いいのがあればとアンテナ張っていたところ、箱バツのこの子と出会いました。箱の状態は確かによくありませんが、捨てたくなるほどではなかったですね。箱以外の状態は良好で、特典がついて7000円くらいだったので、いい買い物でしたね。というわけで、まずは特典顔の方から見ていただきましょう。特典顔は両目をつむった笑顔のパーツですね。ヘスティアらしい陽気な笑顔ですが、顔としてのクオリティは、瞳孔が見えない分、寂しいところがありますね。いい笑顔ではあるのですが、飾る際は通常顔をつけていますね。買う前からあまり使わないかもな、と思いはしましたが、やはり特典は持っておかないと。って、悲しいコレクターの差がですね。笑顔パーツはいい雰囲気です。ベル君ベル君、と弾んだ声が聞こえてきそうです。顔のパーツを並べてみました。通常顔の閉じた口が、特典顔の色と同じ淡いピンクなので、薄くてあまり目立ちませんね。その標準顔をつけたのがこちらですね。アニメ版の雰囲気がよく出てる瞳なので、やはり、こっちのお顔が好きですね。断末は、布面積の少ないキャラがほとんどですね。きちんとお洋服を着ているのは、主要キャラだと、ソードオラトリアのレフィーヤくらいですかね。アイズもこのヘスティアみたいに、背中が大きく開いた服ですし、リリも、意外と軽装だったりしますね。ティオナ含めて、立体映えしそうな子が多いだけに、全然フィギュアが出てないのは寂しいですね。さてさて、このヘスティアですが、ことぶき屋らしく、最も見慣れた姿ですね。いまいち立体化に恵まれないアニメのキャラも、堅実に作ってくれるので、実にありがたいメーカーです。ヘスティアは多く出ましたが、合図はほんと少ないので、よく出してくれました、って感じです。巡り合わせが悪くて、入手できなかったのは残念です。ヘスティアは神様なので、冒険譚の断末ではありますが、武器や防具などは身につけていませんね。今回の動画を撮っていて、ふと思ったのが、ヘスティアは、靴って履いてたっけ?って、ことが気になりました。彼女も、結構危険なところに外出してますが、服は、基本この姿なので、あんまり靴を履いてるイメージはないんですよね。調べてみたら、草履みたいなの履いてましたね。これで安全地帯まで歩いたのは、地味にすごいですね。この格好なので、ギリシャ式のサンダルかと思っていましたが、まさかの日本様式でした。このフィギュアでは裸足ですね。ヘスティアは、裸足のイメージが強いので、フィギュアは、裸足の方がいい感じです。塗装はとても丁寧で、ほんのりとしたグラデで全体が塗られてますね。
大きな面積を占める肌の温かみのあるグラデがいい感じです。派手なのは下腹部の影色くらいで、肌と髪はおとなしめなのが私好みな塗り方ですね。言った髪も細かく造形されてますね。分け目が適当なのも稀にありますが、これは髪のボリューム感を感じますね。首から胸にかけてのトゲトゲは薄々加工でシャープですね。赤くしたら炎のマフラーをかけてるみたい。内側は熱いので触っても硬いです。シャープですが、よほどのことがないと破損もなさそうです。裏から見ると肌色成分がかなりの面積です。肌の造形は筋張らず柔らかそうでいいですね。服に締められてる部分とかほんのりムニッと盛り上がっていたり、暖色でシャドウ吹きされていたり、細かいところにも気が利いてますね。一つ難点があるとしたら、この胸の黒い線ですね。消えかけというか、ボケているというか。ただ、他の個体をネットで見たら、こう放っていなかったので、個体差か経年劣化か。ただ、中古で買っているので、クリーニングで消えちゃった可能性も、あるかもしれません。胸の部分以外は、薄い部分はありますが、線は出てる感じですね。ヘスティアの髪飾りはリボンと、金のインゴットとも、炉の煙突とも言われる謎の物体の二段式。この造形だけ見たら、型に入れた金属が引けたみたいに見えますね。リボンは、ふわっとした花びらみたいな感じですね。ツインテールを言っている頭の造形は、このフィギュアで唯一込み入った部分ですね。標準のお顔をぐるりと。愛嬌のあるお顔は、アニメのヘスティアまんまですね。とっても可愛らしいです。リンゴと木箱もよくできてますね。木箱は塗装だけではなく、木目の凹凸まで造形されてます。おかげでリアルさが増してますね。では、最後に紐を眺めましょうか。紐はぐるりと一周。腕まで巻き込んでますね。そのおかげで、いろいろ応用が効いて、張り具合のアイデア勝負が加熱した気がします。その点では、このフィギュアはとてもオーソドックスですね。紐の元ネタであるアポデズムは深くあったと思わせます。まあ、過去のギリシャ人も腕の方まで巻いてはいなかったと思いますが。ではでは、ヘスティアの動画を締めようと思います。キャラ的な人気もあって、ヘスティアはフィギュア化に恵まれていますね。一方で、それ以外のキャラが不遇すぎるのが、ビビるくらいですね。双璧をなすヒロインの合図ですら、ほとんど出ていないですよね。ネンドロイドでも出ていないのは、どういうことだって感じです。さすがにそこまで不人気ではない。とは思うのですが、アイズのフィギュアを出したことぶき屋には、拍手を送りたいですね。ただ、絶対数が少ないのか、中古市場でもあんまり見ないんですよね。原作はまだ続いていますし、アニメも予定されているので、再販とか、新規のフィギュア出ないかなと、密かにお祈りしていますね。私はフィオナが好きなので、こちらもお待ちしております。ヘスティアに関しては、このコトブキ屋ので十分満足ですね。
プレーンで大変気に入ってるので、これを超えるのはなかなかないかなと思いますね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。また覗いてくださると嬉しいです。